今日はセリアさんの購入品紹介になります。たまたま今日はトレペを買いに来たんですけど、そしたらね、いろいろ新作が出ていたので、トレペはいつものこちらの厚口のトレーシングペーパーですね。これをちょっと今蛇腹ファイル作りたくて、ちょっと大量に買ってきました。新作の折り紙が出ていたので、まずこちらですね、デザインシート金魚&花火。冬季節物はね、あるといろいろ使えるので買っときました。折り紙ではなかったんですけど、こんな感じのフィルムタイプの、でもなんかいろいろ使えそうですね、これから夏に春に向けて。こちらが金魚で、金魚のデザインが2つあって、色がねちょっと違うんですけど、こっちがちょっと紫っぽい感じと、これがちょっと水色ですね。去年花火の折り紙とか出ましたよね。それと組み合わせて使っても良さそうです。まずはこちらと、続いてこちらの、こちらはデザインペーパーですね。デザインペーパーシーワールド、キラキラ箔押しのスケールタイプのやつです。こんな感じです。このところが箔押しになっていて、スケールタイプの折り紙です。かわいい。最後こちらです。クラゲ、パリパリといい音が、はい、続いてこちらです。サンキューカード、ガムのようなサンキューカード、これちょっと面白かったので買ってみました。ジャンコートは2つとも同じです。厚手の紙ですね。で、そして出てくるタイプです。もうすごい。結構枚数が同じですね。この外側に、外に入っていたのと同じです。面白いこれ。しっかりしているから、なんかちょっと作れそうですね、タグで。なんかちょっと可愛かったので、柄がコラージュにも使えるかなと思ってやってきました。はい、こちらと、続いてレターセットを2つ買ってきました。こちらの柄なんですけど、ジャンコードは同じです。セットも、もう買わないって思ってたんですけど、これはなんかすごく素敵だったので買っちゃいました。この封筒がすごく可愛いなと思って、レターセットとしてじゃなくても使えるかなと思って買ってきました。こんな感じでちょっとスケールタイプで、それとっぽい感じです。これね、全部同じです。中の便箋を入れるとこんな感じにみたいです。でシールがこちらのキラキラシール、で便箋が結構しっかりした便箋です。厚
厚手のタイプです。で裏がひまわり。こっちが紫ですね。これもこんな感じで。中に便箋入れると。シールは先ほどと同じですね。で、便箋がこちらです。こちらですね。こちらの何でしたっけ？なんかコラボのですよね。こちら。ジャンコードは2つとも同じです。で、10種類入っていて、各3枚ずつ入っています。下が柄で見づらいんですけど、こんな感じです。可愛いですね。こんな感じです。で枠がちょっと大きめに取ってあるので剥がしやすいですね。まずこちらが赤い方ですね。はい。で続いてこちらのグリーンの方ですね。こんな感じです。はい、こんな感じです。ね、太いの。続いてちょっと可愛かったので買ってきたんですけど、これめっちゃ可愛くないですか？ソファ、一人掛け用のソファ。ミニチュアシェルソファ12分の1スケール。すごいなんかリアルだし可愛いなと。これ開くのかと思って一生懸命こうやってやってるんですけど、開かないですよね。あ、壊れてはないけど、これなんか入れる用なんですかね？ちょっとわかんないけど。別に何も入れないからこのままでいいか。なんかちょうどいいお人形さんがいないんですけどこの子の子座らしてみてかわいい。ちょっとねこのピンクのソファーが可愛かったので買ってみました。はい。そして続いてこちらです。こちらのキティちゃんのチャームバンドブレスレット、これ2個入りですね。で、なんで買ってきたかっていうと、このキティちゃんのここのチャーム、これを使いたかったんですよね。前回キティちゃんのプラ版、ここでキャンドゥで買ったこちらのプラ版ですね。これを作って、ちょっとチャームにするのに、これをつけたら可愛いかなと思って、ちょっとこれを買ってきました。続いてこちらの飾りですね。ラインストーンシール。こちらの、ちょっとね、大きめなんですよ。パールの部分がね、ちょっと大きめのやつ。これと、こちらのゴールドの、これもね、ライトストーンシールです。こんな感じの。ちょっと今作ろうと思っているものがあるので、それに使うように買ってきました。はい、あ、落ちた。はい、今回の購入品は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。